触れるかどうかすごい悩んだんだけど、あのー、チャット欄が待機の時に結構荒れてたんですよ。で、多分、この後、わかんないけどね、ファーストテイクのそのアーカイブになって、コメント欄ももしかしたらちょっと荒れるかもしれないんだけど、でも、それって、なんか、 新しいことをやってる時にはつき物だと思ってて。なんか、普通に知らない人が見たらさ、何って <laughs> 何、何これはってなると思うんだよね。で、なんかそこにいろんな人が集まって、ごっちゃに,になってるだけだと思ってて。私自身はなんか予想できてたから、そんなに気にしてはいない。 ですけど、なんかその、荒れてることによって、スイちゃんが傷ついてないかなって心配してる人とか、あと、なんか純粋に楽しもうとしてたのに、なんかちょっと嫌な気持ちになっちゃったみたいな人とかが、あの、いるかもしれない。なんかそれが逆に、私的には悲しくて、なので、なんか、もしね、こう心配してくれてる人がいたら、スイちゃん、ま 全く気にしないので、<laughs> ぜひスルーしてくださいと。<laughs> まあ、言いたいこととしては、まあ、いろんな意見があるから、スルーしようね。<laughs> スルーしようね、みんなっていうことだよね。